はい、こんにちは。鳥取市のハンクアイロハ堂です。本日はですね、こういった、ゴムの刻印ですね、このゴムの刻印の、印面が溶けてしまうというね、お問い合わせいただきましたので、こちらについて解説させていただきたいと思います。まずね、刻印と言いますと、こういった、木であったりね、象牙とか黒水牛でできた角型の印鑑っていうのをね、思い浮かべられる方も多いかと思うんですが、こういったね、持ち手がプラスチックで印面が、ゴムでできた、ゴムの色はね、赤だったり黒だったりするんですが、こういったね、ゴムのタイプの刻印というものがございます。こちらのですね、ゴム印を使っていて、だんだんゴムが溶けて、文字が読めなくなってしまったというね、ご相談いただきました。こちらのね、原因の一つとして考えられることがありますので、本日はお話しさせていただきたいと思います。はい、このね、ゴムの刻印の印面が溶ける、角がね、丸くなってきたりするっていうね、原因、大体この原因の一つはですね、こちらですね、ゴムの刻印というのはね、ゴム印ですので、通常こういったね、スタンプ台と言われるね、ものを使っていただくんですが、それをね、形が刻印ということでね、間違えてこちらの、印鑑用の朱肉を使われている方がおられると思います。でね、ゴムはね、この朱肉使いますと、ちょっと、ね、相性が悪いので、ゴムがね、溶けてきたりということがあります。ほとんどの場合ね、このスタンプ台ではなくて朱肉を使ったことによってゴムがね、溶けてきてしまっているということが、原因と考えられますので、もしね、朱肉をお使いで、ゴムが溶けてきてしまっているという方はですね、次に、新しく作られた時には、こちらのスタンプ台を使って押してみてください。それともう一つですね、これはね、黒いゴム使っておりますけど、当店ですとね、通常のゴム印やこういった、赤いゴムを使っておりますが、朱肉なんかにね、強い耐油性ゴムといってね、こういった黒いゴムがございます。こういったゴムを使いますと、朱肉で押した場合でもですね、溶けにくく、長く持ちます。金額は、普通のゴム印の5割増し 1.5 倍となりますが、こちらを使っていただくと、ね、非常に長く持ちますので、耐久性の強いゴム印を探してしたらね、店頭で、耐久性のゴム印、あるいはね、長持ちするゴムでお願いしますと言っていただければ、こちらで対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。それではよろしくお願いいたします。インショップいろは堂は鳥取市2階町3丁目、地図街道筋、商工会議所並びです。